さあ今回もネクロス密室やっていきましょう。さあ前回はね、一面をなんとかクリアしたのかな、クリアしたと同時にね敗北したので二面がいけるようになったんですよ。このポータルディスクからキーディスクへと、まあ今まで出てこなかったモンスターの部品だったり、まあより高度熱が出やすいんじゃないかなと思うんで、脱ゾンビ脱オーク行きたいですね。最初はでもこいつらか、おなじみのですね。でこういう動きとかがね、 AI が改善されたみたいで、なんかより生き延びるように動くみたいですね。例えば拠点攻撃するとき敵を無視してもう拠点にガーって行ってたんですけど、まあ、無視というかなんていう、進行方向上にいても攻撃しながらひたすらまっすぐ進むみたいなね。そうじゃなくて、まあ、違う命令だとしても例えばこの探索だと敵を避けるように行ったり、拠点の場合でも敵はある程度倒すように動いたり、ちょっと変わったみたいですね。壊滅しまくってるのがちょっと減るんじゃないかなと。さあさあ、とりあえず、まあ、作るか作ろうか。ちょ、温存しすぎなんですよ。あ、でも作れないわ、これはこれで。14453、あ、でも足りるんじゃないか、売れば。いけいけいけ、出せ出せ出せ総力戦だ。あ、でもハーピー、あ、ハーピーすぐ集まるね。お、炎のエレメンタル、新しいやつも来てます。さあ、いけ、まずモンスター強いのかこいつは。リザードマン、ハーピー、スケルトンモンスターね、いってらっしゃい。これ拠点いきなり潰した方がいいんですかね。まあ潰した方が敵は減るのか。後半の敵強いことは間違いないんですけど、なんか序盤からちょっと強そうな。ジェド付きミイラ、鎧付きハーピー。あ、でも鎧付きハーピー、これハーピー結構今揃ってない？羽が違うね。でもね、一旦作った方がいいか。アタッカーでハーピーは、でもハーピーここ残すべきだから羽は使ってもいいかな。あー、とりあえずじゃあ、ん？王冠付きと鎧兜付き？どっちなんだ？でもこっちは鎧っぽいね。王冠は普通のなのかな？なんか普通のでもない気がするんだけど。ね、122で今9しかないんで。おい、ちょっとマナが全然足りないぞ。ちょ、お前戻ってこい。いや、こいつを攻撃にして、こうかな。モスバ行ってくれると思うんで、とりあえずこれを作るための、あ、さあ一応避けてますね。煙出せ。もうちょい守ってほしいな。いや、やられちゃうやられちゃうやられちゃうって。あいつ離れすぎじゃない？ちょ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 、もうちょい近くなかった？生き延びやすくなる代わりに拠点を捨ててないか、こいつ。後から近づいてきたよね。ああ、そういう、なるほどね。取り返しがつかないくらい食らってるけど、よし、いけ、炎付きリザードマン。やっぱかなり距離取るね。でも遠距離か近距離かでも変わると思うんですけど、お前はあんまりじゃない。今敵を避けてたように見えないんだけど。メテオを食らえ。お前防衛だな。ちょ、少数精鋭になっちゃってるんで、なんとかなんとか。ちょ、近接キャラ作りますか。これは肉近接魔法なんで、ミイラ頑張れば作れそうじゃない。もうだいぶパーツ集まってて、ちょっと探索要員を増やしたいね。ハーピー作れんかな。ハーピーもうちょい、あと鎧の羽か。結局ないとこですね。
リザードマンギリギリ足んないので、ちょっと安価なものでいって、なんか腕一個欲しいな。いや、味方の体力はね来てないんですけど、見てこの距離ついて、ちょっとの強化が急務です。前以上に拠点が攻撃されてますね。近づかれない分にいいから、もうちょっと人数かな。お前も守備にするか。2人ではとりあえずいい。ちょっと探索を増やそう。まあこの守ってるやつは動けないからやりがちだったんで攻撃を増やしてましたけど、こんだけ離れるんならそれ特化でもいいですかね。まだあれ しぶといな。暗い。よし、ちょっと余裕になるかな。やばいって死ぬ死ぬ死ぬ。近接を作ろう。作れんか。近接がいいので、ないですかね。ちょっと他に入れちゃうと逆に動き悪くなるから、遠隔を入れないように今してますね。これでちょっと守備させてみよう。もうあと2000しかないもんだってみんな全然食らってないのに拠点だけボコボコになってる。近接やっぱ向かうね。遠距離持ってるかどうか重要ですね、これね。やばい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 。あいつのことないでしょ。なんか設計図ある、これ今。ないよね。リザードカリウとリザードシャッシャッシュでも作るか、一層。これ多分2つ持つ意味ないね。遠距離遠距離にした方がいいね、今回のこの動きだと。近距離をしなくなってるんで。お前の探索リーゾ行け。戦いながら行け。まあ、あいつが盾となって攻めると、ダブル盾もいいのかな。前衛後衛がはっきりした感じなのかな。待って、ミイラいけんじゃね。これミイラ来てますよ。初ミイラ。ミイラこれ何、砂漠沼地、そして、あ、なるほど。まあなんかペナルティある場所をそのまま動けると、そういうことですね。もうちょいか。よし、探索ミイラいきます。あれ違いましたね。ジェド付きミイラが違うのかな。ジェド付きミイラの腕、ジェド付き、ジェドが武器かと思ったけど、そうじゃないのかな。いなくなったのかと思った。なんかちょっと違うか。なんかスタイリッシュすぎるもんね。いやー、直していかないと。アドオンが一個もないんですけど。そんなことあります？ここにある、ここに。あ、これ V か。拠点が見当たんないな。最初に出した探索よりも全然食らってないんですけど。お、来た来た。あー、まあでも回復系が欲しいですね。これ何、マグ、あー、ただあれか、資源的な。おお、逃げすぎだってちょっと囲うように動いて攻めて、ゴリゴリ逃げてますね。あまりにも逃げてらっしゃる。守備隊がまだ必要そうですね。
あ、いなかったんだ、トラップ。これ重要っすね、もうね。ゴリゴリの近接がいないとやられてしまう。頼むぞ、前衛。前衛攻撃をしっかりする。ちょっと守備に人よりいるようになってたのかな、こうなると。これ誰がこれ発見したの。誰もあそこに行ってないですよ。まあ出てきて来るようになったって感じかな。さあハーピーいけそうじゃないですか。いきます。ハーピーの頭、ハーピーのボディ、ハーピーの足、ハーピーの羽、いわゆるハーピー。これちょっと探索だね。足が102です。例えばまあこのねごちゃごちゃに作ったやつであれば65、まあ、ちゃんと作ったやつも87、ミイラ79、まあ103桁っていうのは初めてな部類なのかな。ハーピー、いわゆるハーピー。いけ、探索してこい。海も飛び越える。守備はこのリザード4人衆に任せてくれ。5人衆になるかもしれないけど。ドラコニド、悪魔みたいなやつかな。あ、でさっきのやつはね、コントロールされてる死体は大量のオーラを得る。すべての資源が自動的に収集されると。ハーピー、ハーピーやめて、そんな行かなくていいよ。ハピーって言って捨ておけ、そんな奴らは。リザード4人衆に任せろ。資源を自動的に収集する、広範囲に収集。まあいいよ、いけいけいけ、好きにしてくれ。さあなんかもうやられそうなんで、いろいろ作らないといけないですね。でとりあえずこういうの作れば、さあ骨だよね。全体、骨の体の部位でしょ。ハーピーには関係ないよね。あ、でも関係あるみたい。じゃああげようか。資源だけあるんだね、今ね。自動回復のやつが欲しい、アドモンとしては。巨人、あと6分か。巨人はでもいないとダメですよね。巨人はもう完全あれだね。あ、待って、足も増えてるじゃん。あ、回復力高い、回復力。で、待ってなって、あ、でもこれも回復力あんのか。で、これは遠距離なんですか？なんか遠距離、あ、でも近距離っぽいのかな？なんか投げは遠距離でしょ？ちょっと大変な気はしますけども、頑張ってやります。必ず時間内には作らないと。爆弾はいらないから。で、爆弾は前死にやすかったんですけど、今の逃げ方なら多分爆弾そんな死なないと思うね。あとはちょっと毎日来る分で入れて、これ回復力高いのが生まれれば暴れれると思うんで期待かな。マナー当てのいいし、でもずっと回復しないと回復をし続けないと。あ、ちょい食らってるこいつ。あー、拠点か。逃げていい、逃げていい、逃げていい。そんなものはめっちゃ、わ、でも強いや、そ、大丈夫、アクセスしちゃって。そんなところ、右やばいっすね。巨人ちょっとタイプ作った方がいいか。スケルトンがないんです。強い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 、大無双大無双、2人がかりで。ナイスノックバック。リザードマンとりあえず生贄として、お、4つん来ました。青色のオークみたいな怪物。敵固くね大丈夫それ、ね、不安ですけども。ハーピー、ハーピー、ノーガッテハーピーいきますね。未完成ハーピーね。これ近接の多分やつ出すとやられちゃうかな。まあいけ。あ、もうレシピ見てるんでね、いかが出ないです。かでは入れましょう。ちょっと待ってね、高いかな。なんか設計図見つけてもらって、骨が足りれば無理やり作れるよ。
あ、いけるね。あと1、あと1万どこでもいいか。ミイラとかもめっちゃありましたね。さあ、行け、巨人よ。滅ぼせ。貴殿には拠点の破壊をすべて遂行してもらおう。さあ、進め。モンスター。巨人ザモンスター。ああ、やられた。スーツマ欠員よ。トラッパーリザードね。防御力てか体力なのかな、足りないですね。ミイラってこれじゃなかったんだよね、さっきね。ミイラあれやったよね。もう一回やっとく。違ったと聞いてるんですけど、うちは違うもんね。増えちゃったよ。四つん、ちょっとずつ集まってますね。あ、ライダー付きドラコノイドなんか乗ってる。なんか乗ってます。ドラゴン的なことなんだよね。ドラ。探索隊結構増えてきたね。これさ、これやったっけ？やってらっしゃらない。あ、やってらっしゃらない。これで、3体もいるかな。お前も探索してこい。ハーピーやってみようか、一回。なんか出ないっすね。いや、多分、なんか、鋼鉄っぽいのがあるんですけど、やっぱ足んないか。やめとこう。ミイラは何なんだろう、これしかないけど、これじゃないみたいで。え、レシピあったっけ、ミイラなんて。まあ、あったら多分出るわけでないっすよね。どう使えと。あ、一瞬でやられたね。近接を探索に出すのダメだね。やべ、近接持たないな、これは。ダメだ。敵が強いのか。近接瞬殺です。で、これ内野使いなのかな。どうしようか。ミイラって強いんかな。一応、まあでもリザードより後にいるわけなんでしょ。守備隊ミイラ。ハーピーとか違うと思うね。ダブル銃。じゃ減らさないと。下も戦ってる。やばいやばい、落ちる落ちる落ちる。攻撃しろ。やばい、まずい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 。巨人がいるのにもかかわらず敗北する。そんなことあっちゃいけないんでしょう。一瞬でやられちゃうけど、頼むぞ。ミイラは近接じゃないですね。近接のハーピーも多分これ遠隔だよね。これも遠、これ近接か。ミイラ、ミイラ逃げてるっぽいけど。ミラ？まあ、タッカーらしいよ。足もね、なくなりましたけども。あ、腕がないか、まだ。やばいやばい、戦力が。危ねえ。最初のボスさえ見ずに負けそうなんですけど、まあ、敵も強くなってるのは間違いなくて、それはまあありますよね。AI の変化に戸惑ってます。目を離せないもんだって、これ。
終わったのが守備だな。何でもいいから作らないと。行ったり行ったり。これの回復関係が欲しい。いや、やられる。やばいやばいやばい。もういない、もういない。ドラコニドとか、ちょっと集ま、ヨツンとか集まってきてるけど。未完成ヨツンザモンスター。これ、近接だよね。ちょ、近接で固めよう。じゃあ。これ、近接？遠隔、遠隔なら違う。あ、これ、あ、そうか、ファラオがついてんのか。じゃあ、これもやっぱ違うな。瀬戸も違うね。分かった、これ手遅れですけど。いけ、四つもどき。次エレメンタルもどき。あとボディね、ボディ。もうこれどうせ死ぬので、最後にドラコノイドもどき。肉、魔法、HP60、90、こっちだね。高いな、だいぶ売らないといけないですね。よし。いけ。キメラたちを守ってくれ。ボスを切ると、いや、無理、無理でしょ。こんなん無理でしょ。あ、やっぱ強い、四つに強いな。あのデカオの見ました、今の。四つ硬い、そして、体力は ?3000、ほら。次元が違う。見て、もう、こいつ、400。こんな価値は守れないですね。いや、高度なやつ入れつつ、完成を目指していけないから、とりあえずは、集めて生き残るように。硬さが全然違うから、そこっすよ。いや、暴れてるから、こいつが。見てください、拠点1個や2個破壊してんじゃない。もうちょっと、もう高度なものを使っていける。妖精はそんな大したことないよね。もう600。これ1個で600あるんで。まだあんのか。これ探索は新たに出すしかないと思う。うわ、死ぬの、そこで。まあでも弱いやつだったな。リザードマンが、前回の要リザードマンがもう雑魚になってるわ。今回の初めの地点でもう。足で360でしょ ?75 しかないんで、そら弱いわね。きついなと。ダメージも20。羽は200。これは80。まあ、妖精でも体力低めなんだけど、はい、低めだね。ちょっとこの世界じゃ辛いかな。この新世界では。カロウェイ、これ全開25。ドラコ、これだね。ニューモンスター。探索出して、これ探索出します。モンスターでしかないって、完全に。でも2000あるんで、体力は。いやー、だいぶ大変な世界ですね。これはでも、施設を強化することで毎日ハーピーが入ってくる、毎日もっと緩いものが入ってくる、探索強化上げるとかすれば、あとマーチファントとか入れればなんとかなると思うんで、問題はね、パラメーターだね。四つ、お、なにこれ。人狼。人狼ですか、これは。人の良さがほぼないですけど。ボディを見ればわかんのかな。妖精いけそうだね。で、巨人が、ね、あと1分でボス来んのか。こんなん売るしかないな。まあ、素材にするか、売るかで。で、ハーピーは作ったやつ、あ、まだいますね。探索がね、だいぶ、多分近接以外は多分そう死なないんでしょうね。だいぶ安定してるように見えます。ナイスナイスナイス。外で色々選べてきて、
あと46秒か。30秒、20秒で返そう。うちの新4が、四天王が。こいつ四天王じゃないな。これ微妙か。リザードマン入れちゃうと弱くなっちゃうね。かといって、このミイラ程度ではそんなに変わんないか。そうだね。もっとこの上のとこで集めないと。ハーピーもそんな変わんないから、なんか大きな差があるね。もっと作るよ。作るしかないもの。寄せ60。これ90。75だよ。ハーピーの足。ボディは120。鎧付きとか大事だね。で、108だ。180。ミイラ180。ミイラですね。四天王入りしよう。いいよ、うちの。キメラ四天王。頼んだ、キメラ四天王。お前、達成してこい。お前も一応守るか。5点、5点じゃ。待っても、ああ、探索隊がやれただけか。攻撃にして、返す、まあでもいい、こいつ以外返すこともないしね。いけ、モンスター。一緒に守ろう。資源が一応見えないんですよね。これいいかな。もう一体いっときたいな。ちょっとぽいぽいのいっときますね。ボディは今度ハーピーで足りますね。いや、リザードマンも完全に作らなくなると思わなかったね。さあ、今回はもう綺麗なやり方やってらんない。うわ、スライムいけるかな。うわ、強い強い強い。ああ、いや、待って待って、巨人を作ればなんとかなるぞ。まだまだ諦めちゃいない。部品部品を見ろ。骨は1個もない。終わった終わっている。ってことは終わってます。もう全技を使った。トレントもなんか出てきた。あ、これ頭か。これ頭なんだね。300カラスの群れ、300ドラゴンブレス。頭に攻撃ついてます。これが高度な強さですよ。まあ、高い方にしようかな。ドラコノイドはできないしね。どっちがちなみに360。まあ、どう、まあ、強い方がいいか。死にますけどね。多分死ぬと思うんですけど。最後の輝き見せてくれ。あと、妖精も一旦出しとこうか。そう、まあ、頭が強いからね。よし。これが重要です。さあ、頼んだ。今後どうなるのか、勝てるのか、負けるのか。巨人やられたけどもだいぶダメージ与えている。いけ、よし。あ、でももう四つんが、お、守護神。頭ですね。お前は1100。こいつ守備隊に加入させよう。もう探索隊だね。秘密のレシピで組み立てられた死体。秘密のレシピってのは完成体のことかな。 HP 最大50+。レシピ、これ秘密のレシピ。巨人よーん、秘密のレシピ。よく保存とかできるんですよ。こんな作ることないと思うけど。あれなのかな、どういう。おわ、何これ。ちょっと待って、ちょっともうとりあえずレシピはいいとしまして、まあ、今回じゃないしね。ドラコノイド、なんか頭2つパターンがある。ジンラー、色出てはいるんですけど、
さすがに部品が足りないかな。ちょっとハーピーもどき作るか。羽がどうしても集まんないな。限りなくハーピーではあるんですけど、見て後半の攻撃ド派手じゃないですか。まあまた中盤なのかな、この程度では。四つんがめっちゃ回復してる。これあのヴァンパイアなんとかみたいなやつか。これ巨人、下手な巨人を超えそうだね、強ければ。ハーピー気取るからどんどん出すか。探索はハーピー、守備はもう集めた素材。ハーピーがいかに集めてくるかどうか。あと巨人作れるかな。やっぱ破壊は巨人なんですよね。これ何使うの、ちなみに。なんだこれ。まあでも足りるからいいか。スケルトン最小限にしないと。銃でさえ多分足りるかどうか。あ、足りた。ギリギリですね。あと6個魔法の体。これ先に魔法の体いけたんじゃないのなんかそんな気がするんだけど。タイミング間違いなかった今。なんか、順番的に先に他のが入ったっぽいね。よし、この守備隊5人衆に任せてくれ。キメラ5人衆に。キメラ5人衆が守って巨人が攻める。腕か。いや、それはでも重要なパーツなんですよね。なかなか簡単には捨てらんないよ。魔法なんて言ったら簡単にいなかったな。魔法の杖とかでいいんじゃないのかな。いやー、これ楽しいな。いや、一時どうなることかと思ったけど、この綺麗じゃないね、彼らの力によって。見てもこれ悪魔じゃない。こっち悪魔だよ、こんなの刺激してただ戦うっていう。設計図が増えなさすぎる。これちょっとこの設計図のやつを増やすっていう強化もあるから、それが必要かな。あ、これ来ましたね。これどこが魔法なのか気になるけど。よし、行け新モンスター。待ってね、拠点攻撃において一番近いところだそう。この周辺さ、右下かな。あ、ないわ。おお、近いね。あれ候補。これ、あ、でも近いね。あ、でも1万8000あるな。それなら別に。あ、ここも近いか。いや、これ魔法で潰せるね。ここに出します。あ、攻撃になってる。再起、新たなモンスター。まあ、攻撃は変わんないけどね。あ、いたいた。これは無理。どっかがボロボロあってやる。ボロボロ、あ、これ任せて。あ、でも行ったわ。任せます。やべえ、拠点やべえ。すげえ来てる。6人以上にするか。あ、でも、なんか作れなくはない。あれ無理かな。ちょっとハーピーを飛び立たせよう、ひたすら。あれ、ハーピー死んでる？あー、ハーピー死んでますね。ハーピーそう死なないかなって思ったけど。あ、回復力ね。魔法の体の部位。作っとけ作っとけ。とりあえず魔法の方この辺もあったから、高度なやつにも効いてくれたよ。探索隊が今6人かで12分あるんで、守っておけば
その間に敵の主要拠点を巨人が潰すことはできるかもしれない。最後まで残った下野菜で HP5000 を得る。あ、一体だけの場合ね。いや、それは無理っしょ。作るでしょ。そんなに下がってたらさっき負けてたわけで。やっぱこの、ね、大群で何とかして。ちょっと残しとくかな。マナーもだいぶ溜まってきました。お、ちょっとハーピーいけんじゃないの？出しますね。とりあえず左上あれ行けないのかな。誰かあそこから探索しようよ。じゃあこっから行きます。最前線から行った方が効率がいいと思うんで。いやでもこれ守備崩壊したら終わっちゃうんだよね、一瞬で。まあ、とにかく前線から部隊展開してますけど秒でやられちゃうし難しい戦いが続くね。ハーピーいけんか。ヨツンがねすごい尋常じゃない回復力なんで、まあ、ヨツンもどきがバイヨツンザモンスターがね、あの前衛だいぶ効いてます。もう一体前衛欲しいですね。ただもうこれ多くの腕でいってるだけでもっといいものないのかなと。あ、人狼の腕いいね。まあ、でも4つになるか。これさ攻撃できる頭なかなか珍しいんで探索隊に取り入れようか。ハーピー、あ、ハーピーちょこれいけんじゃね。頭ありますかね。あ、ないな、使いすぎましたね。さあドラゴンドラゴンハーピいけ、ドラゴンハーピー。うわー強っ。これお前のだったんだね。守備隊にもっと取り入れたいな。じゃあ、お、来た4つ。これちょっと今探索隊すごいのでフィーバー入ってるんで。なんだこれ、沼地の精霊誰沼地の精霊誰それ。ちょっと弱いんだ。もう一体追加します。ちょっと苦しそう。でドラコノイド頑張ればメインの頭がないと思うんで、まあ腕もないか。いけなくはなさそう。4つもでも若干詰まりつつあるね。この鎧塔っていうのが邪魔なとこですけど、まあこれちょっと4つ候補残しつつ、遠隔、これでも遠隔なのか、自然魔法、魔法は遠隔か。それじゃ借りますね。足ハーピーかな。妖精60、ハーピー90で。ハーピーここ大きいあるんですよ。近接なんですけど。まあ、近接だからハーピー死んでる説もあるけど。ボディ1個使いますかね。これも、このライダー攻撃するみたいで。で頭やこのボディに攻撃がついてくる。これが重要で、足にもついてくる。とにかく全ての部位で攻撃していく。これです。いや、いや、もう。かっこいいじゃん。もうねキメラってやっぱかっこいいわ。一番かっこいいですね。回復して、うん、あ、探索やれただけがびっくりした。守備隊が壊滅しだしたら終わるね。強いね。これ安全域が広がることで探索隊がより安全になるから、この拠点がもう強いんですよね。それ自体がだこの子たちがやられちゃうっていうのは拠点だけでもありそうで。いよいよ上の探索できてないのは上に巨人が行ってないから上の安全が確保されてないんだね。やべえ、ちょっと探索が死んでってるけど、出せる余裕がないうちには土のエレメンタル
いろいろ属性も増えてきましたね。全然足りないけど、だとしたら。ハーピーじゃきついかな。ハーピーを増やしてますけど。ミイラハーピー。探索に強いの1個出すか。そうそう、あいつが上に行かないと。まあ、まだでも下も割ってないもんね。でも下だいぶ探索も済んでて、激闘がついてます。うわー、それやめて。あ、まあでもどんどん広がるな。まあ、守備隊に問題はないからヒントするか。これ減りもしないってことは、ボスはどんだけ強かったんって話だけど。よし。おお、やばいやばい。四つんさ、もうちょいなんじゃないかな。鎧付きでももうちょいではないか。ちょ、今、結構集まってきてて、なんかいけんじゃないのと。守備隊は5人衆いますから。定期的にハーピー出してます。ハーピーがね、なんか出ないんですね。王冠付きじゃ多分ダメだもんね。でマナ1000があります。今ちょっと2体出すか。上に向かう子たちがやられちゃうんだろう。まあ、でも取りながら結構削ってくれてるんでね、ありがたいよ。お、待って待って、ガトリング銃付き鋼鉄のゴーレム。いや、これ、いや、なんかそろそろ出すか。1体入れ替えるか。ちょっと5人種入れ替えする。だいぶいいの集まってきたよね。いや、この5人衆クラスじゃないと前線いけないと思うんですよ、探索しながら。これ帰還するか、一回。なんかもうなさそうだな。上行く？よし、上行った上行った。課題の北側へ。守備は任せろ、この5人衆に。スライルメンツ。いや、見えても、このほぼいいので埋まってます。これあと腕あったら、この沼地のせいでいけるんじゃないかな。ってことは逆、沼地の精霊もどき作れるな、今。流木の一撃。足も一本使うか。頭も使っていいかな。ちょっとハーピー使うか。あー、じゃあもう、こうだね。ボディ重要です。ボディは、あ、ボディ余ってないです。まあ、ドラコノイドがあるけど。炎のドラコニードね。ドラコノイドは多分ロボットみたいになっちゃうけど。いけ。こういうたびいそう。さあ、新探索。パワードバイ土の精霊だね。お、ロボもちょっと集まってきたぞ、ゴールで。よし、北側進軍していった。反撃の時ぞ。しっかり直してってます、細かく。なんかもう入れるか。いらないんだな、別にこんなの。なんかないの、設計が新しく。見つかってないだけじゃないの。探索が前に出れてないっすね。北側直下出しますか。いや、四つもうすぐ行けそうだよな。あ、これいけんじゃない。沼地の精霊、沼地の精霊来た。久々にレシピ。あ、これやっぱ秘密のレシピだね。これがさっき上がるってアーティファクトを引いてたわけだ。ちょ、上側出しましょう。まあ、そこが最前線っぽいな、多分。今見つけたっぽいよね、これ。最後にやるから。
よっしゃ、行け。沼地の精霊。見えない。姿が見えないです。ハッピー。ハッピーがどんどん死んでってる。どこだ？北側か？結構敵無視してるね、拠点破壊。いや、なんかいけそうだよね、いろいろ。ハーピー、ハーピー来たんじゃないこれ。はい、来た、ハーピー戦士。まあ、この世界じゃね、きついと思いますけど、活躍を期待してます。めっちゃ、どっか、そんな方まで行ったの誰かは。逆に。行ったみたいですね。ハチャミングの精霊は1500。いや、5人修理できないわ、これじゃあ。できるっちゃできるか。でもちょっと低かったね。別に、強くはなかった。やっぱ攻撃の派手さが重要なので、5人修理たちは。あ、てか待って待って、四つんいないじゃん。四つんザモンスいなくなってますね。3000だってないっつって。結構前にいなくなってるな、じゃあ。四つの頭使ってたか多分。そうか。これ近接なのかてか。お、三つある。逆にどういうパーツなのそれは。どれがどれなんだ。え、普通に考えたらでもドラコニダ頭、ボディ、腕、にがそうじゃない ?3 ヘッドはなんか違う気するんだけど、なんかこういう3種類あってのパターンなんじゃないかな。ちょっと普通のドラコニドいきます。来たんで。じゃあ守備隊入りしますか。まあ、1700弱くはないですね。来た、ドラコニード。わ、美しい。キメラばかりだったから。いや、シンプル四つん入れたいな。あ、ヒル付き。あれも複数パターンあるんだね。レシピ見たらあるかなって思うけどないね。おい、いくらでもつけるよな、こいつ。これパラメータ見れればいいんだけどね。まだ耐久力プラスがあるのか。あなたは一応守備隊入る？いや、あなたは探索で北側にもう一体追加して。あ、違う、探索ね。速さはないと思いますけど。え、おい、食らってるぞ、今。待って待って待って。四つんがいないからな。純粋な近接がいないからね。これ沼地のせいでなんか近接っぽいよね。わかんない。わかんないです。なんかロボ揃ってきてるよ。四つは、四つの頭、四つのボディ、四つの足。来ました、四つ。新守備。門番、四つ。あ、ないかもしれない。ダブラックス好きのと、この辺、鎧ついちゃうと四つんじゃないんですよ。まだでした。あと一個、あと一個。なんか、揃ってそうで揃ってないんですね。お、どうしたどうした？あ、終わった？上殲滅した？え、上あるでしょ？どっか拠点が、あ、これかな。でも四つん待ちです。ドラコニードも羽があれば、ちょっとダブルヘッド、トリプルヘッド行ってみるか。多分ないと思うけどね。特殊なやつなんだろうって気はするんだけど。人狼よっぽど強いのかな。腕しか見つかってないけど。あと頭か。これで一番上にあるってことは強いんだよね。強い順っぽいので。
巨人作っとこっかな。多分死ぬと思うんですよ、また。先に入れよう、さっきなんか違った気がするんで。で、入れろ入れろ。ハーピーなんかも使えない、この世界では。前回追加したやつなんだけど、もう使えないんで。じゃあ前回何ってなっちゃうけどね。まあクリアしたからね。これでいつでも出せるようにして。OK ね。よし。まあマナーもある程度ありますけど、ちょっと売りますか、一回。素材のために残しただけなんで、一回消費して。あと明日がちょっといらないんでね。OK、OK。さあ、うちの守備。7人衆が。七部衆がいます、ここに。強さが分かんない。これ右がダメージだよね。65、65、200、200、20、30。20、30、200、200。80、30、200。あ、こいつ弱いな。こいつ弱いっすね。お前、首。65、あの、ね、炎が強いな。ドラコニードが強くない ?200、200っていう。あれ、こいつも100、100。まあ、でもやっぱドラコニードとかがいいっすね。6人衆になりましたね。で、また20秒くらいで撤退させて、いよいよ。拠点多すぎだろ、ちょっと。あ、敵の拠点破壊されたたびにゴールド、鉱石、マナ。めちゃくちゃ増えるじゃん、これ、すご。で、今回ゴールド1万7000取ってるんで、死ぬほど強化できます、帰れば。こんな手に入るんだね。今のつけていけばもっと手に入るわけでしょ。拠点10個破壊すればお金2500とかでしょ。凄まじいですね。ロボなんかいけんじゃね、これ。鋼鉄ゴーレム。蒸気銃付き。あ、でもこれは普通に蒸気銃なんだけど。いや、ガトリン。あ、でも足が足んない。足が1個もしかない。もったいないな。でも言うて今みんな強くなってて、あとまあ拠点潰したのが大きいのかな。なかなかやられなくなってきたね。これ四つに来たね。肉神聖近接魔法四つんザモンスター、いきましょう。新しい守備の要、四つん3150の体力。こいつ9000でしょって。結構展開できなかの3000はでかいですよね。四つん、あ、違った。いやー、腕っぽいな、じゃあ今の。今の四つんには期待したんだけど。武器は統一した方が良さそうですかね。じゃあガトリング、ガトリングでいくな。そうか。ロボはガトリングオンリーでいこうね。作るから。あ、でもダメージ、まあ、盾として使おうと思ってね。マジ何も増えないな。使うか。あ、回復しない、持ってない持ってない。回復しちゃう、これしかないから。四つんという盾を得ました。上終わったのかな。ちなみに全然あさってはないんだけど、見つかってるとこ行ってんのかな、こいつは。メインとしてはね。よし、あと1分48秒。いや、次のボスいけるかな。ドラコニド作れるんですけど、温存してますけど、まあこいつは壊滅する確率もありますし、ね、いや長期戦だね。
これ誰か、あれ、あ、これ飛んでしか行けないんだね。か、まあ出すかなのかな。これでも片道じゃない？出したら場合、この飛べないやつだと。ロボも行けます。ロボドラコニド出せます。でもスタンバイしてます。エレメンタルもなんか出せますね。エレメンタル出せます。なんだこいつ。くたばれ。くたばれくたばれ。新時代にあいつは使えないですね。さあ行きましょう、エレメンタル。これ間違いないね。うお、来た。エレメンタル。210、210、210、210、いい火力だ。めっちゃ守備、一旦まあ守備した後ね、出していくシステムでいこうと思います。巨人が基本的には外で暴れてくれてるんで、守備を多めにするのは、いいのかなと思いまして。こいつどうしようね。どれが正解なんだろう。ちょ、操作してましたけど、操作しない方がいいのか。でも最初の方に操作しなくてやられてることもあるので、正解がわかんないね。ちょ、信じてみるか。介入せず行ってみよう。大丈夫、いつでも出せる。巨人もいますから。スタンバイ巨人も。ちょ、一回ね、ちょっとこっから出すかもしんないから、先に打っときましょう。マナを。マナを安定させて。ハーピーはもう使わないかな。よし、3100あればまあ足りるでしょう。総壊滅を前提とした。問題こいつがどこまで出るかな。攻撃だとどこに行くか分かんないから、守備の方がいいのかなと。近くないですか？違うか。って、あ、うん？これか。ん？上だね。え、なにこれ、離れさせた方がいいの？上空出てますけど。おお、あ、動き出した、動き出した。あ、食らってる。そんな回避できない攻撃を。ちょっとちょっと。やめてよ、その理不尽殺し。耐えてきたんだから、ここはね、これ操作しないと無理だろうな。ちょ、これで一旦雷与えてみる。減ってんのか。ちょ、一回操作しないといけないかもしれない。あ、やばいやばいやばい。それ何？どういう攻撃？体力がなくてやれたっぽいけど、ちょっと減ってるよね。みんな攻撃命令なのかな。あいつボスを殺せみたいな命令がないとみんなはいかないよね。守備ではなかったね、今ね。だ、この殴りと移動を繰り返してくるみたいな、前作にはなかったなんか展開を前提とした。でも2万1000とあったので死ぬほど強化できます。計画通りだ。ちょっと下行きたいな、一回。1000、これ開けようか。何がいいかな。今残ったとかじゃないもんね。秘密のレシピ今でも使っ、いや、てか殺してレシピ開けとけばよかったなら。しまったな。いや、もうちょっとみんなが死ぬような普通のね、戦いになるかなと思ってたんで、ドラコニドとか一応スリーヘッドドラコニド可能性としてあったよね。今でもレシピじゃないんですよね。これかな、聖杯入れとくか。で、これコントロールしたらオーラ内の全ての資源が集まるっていうのはどうですかね。で、ボスの近く、今とかボスの近くだったよね。ああいうような状況を前提とするのか。これいらないですね。破壊したら3周以上、あ、1000になってる。あれ、フランケンシュタインなんか700、450とかじゃなかったっけ。
今の化け物にこの線があればさらに強くなってたよね。その先にね、やってほしかったわ。で、マナの 10% これ大事だよね。50とかで作ったら5返ってくる。まあまあ大丈夫でしょ。いやー、めちゃくちゃね、途中最初死にそうだったので、その割にはねいけたかなって感じで。で、ちょっとこれですね、図書館の数増やす。今設計図が3個しかなかったよね。絶望的だったので増やします。で、巨人の数を増やせる、これです。お、まだ増やせんの。2でも多いと思ってたんですけど、じゃあ15体の方増やしたいけどね。あれはでも強いもんね。で、15万でメカノイドサイバーザウルスで、ハーピー6000で強化できるんですけど、ハーピーはもう時代遅れでしたね。で、ゴーレム25000、もう一回いけばできるか。で、回復力今なかったからあげたけど、まあ他もでもあげたとてな気がするな。毎晩骨ちょっと増える、リザード、まあこの辺もリザード、ハーピーが時代遅れだったんで、ちょっと蓄えとくかな。あ、短時間守れつ、あ、これ入れます、新スキルで。強化もできるんですけど、まあどうかなと。ちょっと残して、ここでまた2万引けばゴーレムいけるんで、ゴーレムは多分使えるでしょう。上の方にいたよね。使ってないですけどね、今で言うと。使えなかったですけど。いやー、4つ目でも入れるようなものもないかな。200とかで作ってると20返ってくるの大きいけど、余ってたんで別にね、そんな大したことないかなと。あ、ボスキューで3000。あ、いいね、1体は倒すかな。少なくとも。だ、1万投資して次1体倒せば3000返ってくるから、7000をペイできると。1回で。あー、なるほどね。うん、どうしようかな。まあいいかな。1回だし。よし、でも次巨人2体なんで、これより攻撃ができるから、うまくまた使って。で、今回やったようなキメラザモンスターたちはね、プラス1000いくので、3種族いってましたからね、基本的に足りなかったので。さあ、今回このゲームのね、キメラという合体というところを生かしてなんとかなってましたね。リザードマン、ハーピーとか作れるとこだけだったら、とうの昔にやられてましたね。